これでいきます。今日が3月の9日で、まあ、父の誕生日なんですよ。もう遅すぎる誕生日プレゼントを買うということで、今日は僕はボクシングやってるということで、父も走ってるのでサウナスーツとかあげれたらなと思って、新宿のイサミスポーツショップに、ジム前にプレゼント買いに行きたいと思います。レッツゴー。いいですね、ボクシングローブの。これ先輩が使ってたんですよね。いや、僕も気になってはいるんですけど、いくらなんだろう。グローブ2万円するんですよ。高いですね。一人だとあんま面白いことできないな。すいません、いきます。空手とかも憧れてたんですよ。いや、これ空手かどうかわかんない。柔道っぽいな。待って、ガタいいから俺似合っちゃうかもしれない。板前みたいになってない？みたいになってるんだけど、大体似合うはずなんですけどね、僕スタイルいいんで。ちょっとな、ツッコミがいないんでね。すごいなんか全部調べてるような感じするけど、まあいっか。ヘッドギアもウィニングとかしか使わなくて、これも結構ボクサー使ってる人多いんですけど、ウィニング愛用者です、僕は。そういう方、小学生意識してるので、突っ込んでくれる人がいなかった。ついてきて。大体ボクサーでも履いてる人いるんですけど、これは本来はレスリングシューズなんですよね。けど、まあ、ボクシングシューズとしても使ってる人が多いです。一丁前に水菜が置いてあります。一丁前とか一丁前なんですけど、ちょっと突っ込む人がいないんで自分で突っ込みさせていただきます。一人で YouTube 撮るのちょっと恥ずかしいな。すごくサウナスーツがない。あった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 。サウナスーツはここですね。あ、これ先輩がよく使ってる。昨日も試合見に行ったんですけど、その先輩が減量するときもこのボクサーっていうブランド使ってましたね。これでいいかな。まあ動けでもいい。値段とかちょっと言いたくないですけども、冗談です。ここもカニさんで。あ、かわいい。誰も突っ込んでくれないから寂しいな。これボクサー御用達の結構サウナスーツではあるんで、これ買っていきたいと思います。これもいいんだけど、まあ、俺とくん着てたらね、結構うわかっこいいボクサー、うわ格闘家だってなるんですけど、まあ、常としが着るとなんかちょっと生きったおっさんみたいになっちゃう可能性があるんで、やっぱ無難にこの黒を買っていきたいと思います。これでいっか。ちょ、優柔不断なんだよね。これでいきます、これでいきます。いや、でもボクシンググローブプレゼントしてボクシングへの道を歩ませるっていうのは結構一つの手としてあるんですけど、まあ時間がないかなと思って、やっぱランニングはいつの時間でもできるし通わなくて済むんで、これにします。やっぱりこれ迷ってるんですよね。これお金貯まったら買います。これはなんか普通のサンドバッグと違って、打ったら避けるみたいな、打ったら避けるみたいな練習ができるんですよね。すいません、はしゃぎすぎました。ボクサーの血が。買っていきます。すいません、じゃあこれで YouTube 的なね、やってみたかったんですよ。やっと買いました。ちょっと店員さんにね、僕結構人見知りで、あ、これお願いしますとか言ってたんで、ちょっと恥ずかしいんでこうはっちゃけてるの閉めます。あ、閉めませんでした。帰るだけなんで
もう変なやつだと思われてもいいです。これ買いました。中身サラダスーツなんですけど、綺麗にラッピングしてもらって、今日誕生日なんでね、そのままジムから帰って渡していきたいと思います。レッツ帰宅しんどい、帰ろう。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアツネトシ、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう。ありがとう。はい、 OK。 プレゼントがあります。おー、マジ？父親に誕生日プレゼントを買ってきました。見てみよう。はい、お、これはボクサーグーとしてみる。それなのに、お、ボクサー、これはサウナスーツって言って、おー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 、着るだけで、はい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 、他の衣服とは比べ物にならないぐらい汗が出る、汗が出てきて、おお、ビールが美味しくなる。なるほど、これは嬉しいな。これ着て走ったりするんですか？それはもうアンダーシャツ1枚とか、半袖1枚とか着たりするだけで、汗めっちゃ出る。え、そうなんだ。いいじゃん。下もある。下もあります。それをセットで着て、オッケー。最悪裾を上げれば、裾を上げれば、これ余計余裕で。おー、ありがとう。もう多分序盤の50分ぐらいで汗かく、汗かけると思います。そう、なかなか汗が出られたりさ、うわ、かきるな。ちょっとこの年になって、まあ、久しぶりのお手紙を読もうかな。小学校以外ぐらいですね。行きます。いつもお仕事お疲れ様です。大学にも、あ、高校にも6年間通わせていただいて、そしてこれからも大学に進学するということで、そのために仕事とか頑張ってくれて、いつもありがとうございます。小さい頃から他の家庭よりも結構、まあ割と厳しめ育てていただいて、まあ今でも怒られることはもうありますけど、これからもきっと怒られることはあるんですけど、愛おしくなる、育てていただいてありがとうございます。これからは、もう18歳で今年から成人になるので、もうこれから少しずつ親孝行ができるように頑張っていきたいなと思っています。やっぱりこれまで、まあ、反抗してきたところはあるけど、厳しく育ててくれてありがとうございます。そしていつも仕事ライブとか YouTube で見る仕事を頑張っているお父さんを見るのがかっこよくて大好きです。以上です。ありがとう。お誕生日おめでとう。ありがとう。嬉しいな。泣きそうです。ありがとう。イエイ。2022 3月9日、ありがとう。このありがとうございました。どんなに幸せになったって、君がいなきゃ意味がない。